Hello, this is、uh, Hiroshi Hayashi and、uh, my video diary on September the 6th, 2014.、Uh, 皆さん、こんにちは。今週の成果は何といってもですね、あの世界のいわゆる神々のそして人間の 歴史の始まりはこの日本であった。しかも私の住んでいる静岡県の隣の山梨県の甲府であった。これはあの大変な、あのまあ、私もこんな結果になるとは初めから予想だにしていませんでした。というのはですね、やっぱりこの、えー、世界を調べてきたわけですよね。 そして同時にあの、やっぱり私は日本人ですから、あの誰が見てもですよ、例えばに日本人は別としてその世界の誰が見てもですよ、あの私がそういう類のことを言えばですね、画ン飲水というかあのいやき、結局は自分の都合のいいことだけを並び,並び立てて、そういう結論に引っ張ってきたんだというふうに。 ままあ思われると言いますかねそういうふうに、まあ、外国の人だったら思うだろうなということは逆にわかりますからねそんなことぐらいはですからむしろ心の中でブレーキをかけてきたわけですよねでそれがまあ自分の潜在意識の中で大きなブレーキになってい だと思うんですね自分で意識しませんけどもね、あの潜在意識というか、自分の心の中でね、多分そういったそのブレーキングが常に働いていたと思うんですよね。ですから、例えば、そういった類のことにぶつかってもですね、まあ、待てよと、まあ、それはまああのもう少しあの、なんて言いますか、検証してみて、納得いってから発表した方がいいなとかっていうような、そのなんとも言われないその、なんて言いますか、抵抗感と言いますかね、そこに何か壁,を壁のようなものを感じていたわけです。 でところがですね、やっぱり調べれば調べて、調べるほどと言いますかね、だん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 ,だん調べていくと、えー、ちょっと待てよ、ちょっと待てよということで、あちこちで矛盾がポッ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 とこう生じてくるんですね。そこで今週、まあ、例えばあの、一番の原因はですね、アフラマズダ、エンキエンリル、そしてからイシュタールという、まあ、世界の神々の四役。 ま、三役ならぬ四役のね、あの、謎が解けたときにね、それが、ま、その、そうした四役がですね、あの、に集まっていたことを知った時ときに、と、まあ、どういうふうに考えたらいいんだろうと。まあ、あの、か、まあ、なんて言いますかね、自分の心の中の壁にぶつかったと思うんですよね。そして、結果がですね、これは逆なんだと。あの、ペルシャの方からそういった神々が来たのではなくて、あの、むしろ逆で、日本の方から、えー ペルシャの方に神々が行ったのだというふうに、まあ、そこをポンとこう考え直してみたんですね。そしたら謎がスル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 と溶けていったんですよね。それがまああの今回、まあ、あの世界の神々の歴史、もっと言いますと人間の歴史そのものもですね、実はあ日本初であり、またその中心点が甲府であったということに、まああの 気がついたというか、まあ、その壁を自分で破ることができました。この謎解きというのはですね、あの、一つはあの、ジグソーパズルのようだと私はいつも感じているんです。というのはどういうことかというとですね、すでに答えがあるわけですね。過去の歴史というのは大きな答えなんですよね。で、それをその、周りのその、チップがいっぱい散らばっているのを一個一個集めて、そしてそれを埋め合わせて一つの絵を作っていく。そういう意味ではね、あの、ジグソーパズルみたいなものな,なのですね。で、それで、まあ、その、 自分の方向性さえ正しければですね、そのチップがですね、バラバラになっているチップがスポン、スポン、スポンとハマっていくんです。それは、あの、面白い具合にはまっていくんですよね。あの、それを無理するとダメなんですよね。例えば、あの、花のそのジグソーパズルを作っているのにね、動物のチップを持ってきてもそれは合うわけがないわけですから。まあ、その時点で、まあ、その、 そのコマが違うというか、作業が中断してしまうわけです。ところがそうではなくて、あの、もうすでに答えは用意してあってですね、それをこの寄せ集めて、その、あ,あの、チップを集めて、そして絵を作っていく。そしてその時に、まあ、その全体像がだん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 見えてくるということですよね。で、そういうその意味で、あの、謎解きというのはジグソーパズルのように感じることがしばしばあります。で、今日のテーマはですね、荒野の中の孤独ということを、あの、 テーマにしますけども、それはあのー、最近時々ふとその前にはなかった孤独感を覚えることがあるんですね、ふとあるんです。それはどういう時かというと、あのー、こんなこと言ってもね、あでかいしてもらえるのかなとか、こんなことを言ったらね、帰ってその、なんていうかて、みんなの抵抗、抵抗というか、みんなにね、あのー、 なんていうか、反発をかかってしまうんじゃないのかなと思う時があるんですよね。で、以前のように気楽にというわけにはいかないんです。それはやっぱり、あの、えー、 いろんなその意味でね、あの、非常にここの心の問題、すれすれのあ、いわゆる宗教の問題に絡んできますからね。やっぱりそういったその問題は経験に扱うべきじゃないと思ってますし、特に人の心をね、あの、不安にさせたり、というようなことは私のやるべきことではないし、宗教っていうのはそういう意味ではね、心、人間の心に非常にこう、複雑に、 かつ、その、深く絡み合ってますから、ですから、そういった問題に、こう、溢れるときの、なって言いますか、警戒感というか、慎重さといいますか、怖さ、こ怖いことがありますよ。怖さというかね、恐怖感というのもやっぱりあるわけです。で、そういうものを、こう、自分ではこう思うんだけど、こんなこと書いても、もあるいはビデオで発表してもね、理解してもらえるのかなと思ったときに、この、なんていうか、ふっとした寂しさが、こう、心の中をいやよぎるようになりましたですね。 それは以前にはなかったあの経験ですあの。まあそういう意味ではねあの、無責任なことは許されないと思いながらも、しかし、まあね、あのはい、というようなことで、あーよくふっとねあの、理解されるのかなと。一番最近強く感じたのは、やっぱりこのあ DNA の,あの、いわゆる中国でいう発見がですね、あれが DNA 言語のいわゆる二進数を表してるんだ。 っていうことこを自分で発表したときに、まあ、自分でも分かっていない部分もあるんですからある,もあるものですからね、あれ非常に難しい部分で、その二進数をこうどうといって、それをい、DNA、まああの,の、ね、構造を二進数で表現できるということは、コンピューター言語と一緒でしてね、それは基本となって、あのプログラミングができるようになるわけですよね。あのですから、そういう意味では、二進数で DNA 言語をね、 表すということは重要なことなんですけども、そういうことをね、それとまた古代の中国と中国の除去、ね、あのとあの結びつけてあの、自分がビデオを作っている最中、作ったわけですよね。でその最中にあの、ふとね、こんなことを言っても理解されるのかなって、誰も理解してくれないだろうななんてあの思ったときに、なんていうかな、あのやっぱりこう寂しい気持ちがスースッとこう横切るんですよね。 でまあ、荒野の中の孤独感というのは、まあ、ちょっと大げさ、大げさでもないんですけど、やっぱり荒野の中を歩いてるという、その、感じはよくしますっていうのは、あの、今,今はね、 あのいろんな方に助けていただきまして、まあ、掲示板なんか見ていただくと分かりますように、もう次,次々、次々と新しい事実がもう出てくるわけですよね。で、そういうのを見てると、こう、あの、本当に自分は助けられてるんだな、私一人はだけで謎を解いてるんだないんだな、ということがよく分かります。で、最近はですね、あの、青森県の上野さんのようにですね、私の作ったビデオをあちこちの方と共有してですね、そしてその、 まあ、この世界では拡散というんだそうですけども拡散をしてくださる人もいらっしゃるわけです。でそういう方を見るとあ自分はやっぱり助けられてるんだなそういう人たちのおかげで何て言うかあの励みになってるんだなということを強く思います。そういう意味ではありがたいしあの孤独と言いましてもあの一人ぼっちだという孤独ではなくて何て言うのかなちょっとこうニュアンスが違うと言いますか。あのお ちょっとまあ、言えば、あえて言えば知的な孤独感って言いますかね。あの、いわゆる先ほど言いましたように、まあ、友達はたくさんいるんだけども、果たして自分の言ってることを考えてることが理解されるのかなという孤独感は時々感じる、時々はふっとね、ふっとした時に感じるんですよね、あれ。あの、なんていうか、あ,ありますね。<laughs> ですから、まあ、そういうものだ、そういうものかなと思うんですよね。まあ、あの、 ということで、き、今日、今日は、あの、頑張って2本ビデオを作りました。午前中にワインのね、あの、加藤恵子さん、フランス在住の、あのー、方ですけども、ワインの研究家なんですけども、もう、はっきり言って、世界的なもん権威と言ってもいいぐらい、まあ、ワインのね、特にルーツを、あの、研究なさってる方なんですけども、その方の、その、協力も得て、ワイン、 当世から縄文と結びつけてみました。そして、午後ちょっと、あの、がちょっとあったもんですから、あの、タウイっていうんですけどね、t-o-w-i-e ボールっていうのなんですけども、タウイボールを、あの、もう一度、あの、広げてみました。というのは、タウイボールの模様っていうのは、まさに縄文のあ、縄文の模様と同じなんですね。も、ま、う、あ、本当に不思議なくらいよく似てる。しかもですね、タウイのあるところっていうのは、ラウン山、それから、 富士山の頂点、それから、え上山、通って、まあ、甲府、その途中で甲府を通るわけですけれども、ほぼ、てかまあ、見た感じわからないほど、あまあ、一度ぐらいの差、の、誤差はあります。 コンパスで、分度器で測ってもね、一度前後、ある一度ないあるかないかというエラーは出ます,出ますが、まあ、あの地球儀上で線を引いた場合には見分けがつきませんね、一直線です。一直線でそこへ行くというところに、こうなんて言いますかあ、隠された、なんて言いますか、秘密といいますかね、あのー、はっきり言えばエイデアンたちがね、どういう意味でどういうふうに、どういうふうに考えながら、そうやってやったということが、 わかるんですね。で、時々私は逆に言いますたね、こういうことを感じるんですよ。時々ね、謎にぶつかりますとね、どっかでね、その、それは私の想像なんですけどもね、エイリアンがね、笑ってるんですよ。おい、ひろしーって言ってね、お前にこの謎を解けるかいっていううな感じでね、いつもこうなんていうか、語りかけられてるような気はしますね。それは私のあくまでも、あの、 ああののてますかあの重い重いっていうかね、あのそういう勝手な想像ですけども、おい、ひろし、お前、この謎解けるかいっていうふうに持ちかけられるっていう感じはしますね。で、謎は次々と湧いてくるんですけども、これはどうだいこれはどうだいっていう感じでね、エイリアンの方からこう私に話しかけてくれるような感じはします。本当に話しかけてきて,てるわけじゃないんですよ。あのー そういう感じがするというだけですよ。そして私はその人とね、こう言ってやるんですよ。言い返してやるんですよ。何言ってんだよと。お前の謎なんか解いてやるよ。待ってなって感じでね。来るなら来いと。 ねそういう感じで、その、なんて言いますか、挑戦的に、こう、食いついていくわけです。そうすると大体溶けるんですけどもね、不思議なことにね。あれ、まあ、ま、今日、あの、遠いボールの謎もそうなんですよね。あれ、考えてみれば不思議なことなんですよね。じゃあ、なぜ裏うん,んかとかうことは、もう、あの、ビデオの中で説明しましたし、なぜ甲府なのかということも、きあの今日のあ、夕方、あの、アップロードしたビデオの中で、あはな、話しましたし、まあ、何度もね、同じようなビデオを取り上げてますから、まあ、またこれかっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、あの、 楽しんで見ていただければ、まあ、安っぽい映画よりはね、あの全て事実ですから面白いと思いますよ。っていう方は、まあ、手前、手前かという、まあ、まあ、ガーデン飲水かもしれませんけどもね、そうそうでガーデン飲水で最初の話に戻りますが、ね、世界の文明の始まりは日本だった世界の神々は日本からあの出発したんだなんて言いますとね、 林しとうとうこの、結局はお前はそれが言いたかったのかっていうような感じで、あの、世界の人は見るのかなと思って、いやいや、そうじゃないんだ。自分としてはそう、そうあってはいけないっていうかね、そうあってはいけない分っていうのはどういうことかというと、やっぱりね、エコひいきをしてね、日本だけエコひいきして、そういうふうに思ってはいけないんだっていう意味で、あの、そうであってはいけないというふうに、まあ自分にブレーキをかけているわけですよね。かけてきたわけですよね。しかし、やっぱりそうなるものはなるもんですからね。じゃあ逆に、まあそういう、その、 ことで、まあ仮説、大きな仮説で、もう仮説のレベル超えましたけどね、もう仮説じゃなくて、もうほぼ断定。 しているっていう段、段階に来てるわけですけども、あとはその帽子を固めていくって言いますか、脇を固めていくって言いますかね、あの、証拠を次々と出して、そして、まあ、なんて言いますか、あの、あの、エイリアンたちをね、追い詰めていくという作業に入っていくわけです。で、まあ、今そういう段階で、今日はそのワイン、それから今日ワインと、それからタウイーボールっていうのを取り上げてみましたが、まだいくらでもありますよ。いくらでもありますから、これからおいおいそれを取り上げていきますけども、まあ、そういう形で、あの、謎解きを進めていく。 行くわけで,すで、また、あの、また同じ話になりますけども、荒野の中の孤独ということはどういうことかというと、結局は、あのー、まあ当初から、まあ私がやり,やり始めたことは、荒野の中を、今もちょっと荒野という感じはちょっとしなくなったというか、いろんな方がね、助けてくださるものですから、本当に、ね、この場を借りて、皆さんに心からお礼申し上げます。で本当にね、あの、当初はね、あのー、なんていうのかな、もう、 めちゃくちゃなことを言う人が多くてですね、辛辣な批判が多かったんですよ。それでまあ、当初はあまりそういったその批判にさらされるということに対して、まあ、免疫性ができてなかったもんですから、悲しい思いをしたこともありますが、まあ、やがてね、あの、そうしたもう、 あのなてますか無視して前へ行くという姿勢に変わってきましたので、まあ、当,初当初はそういったそのことがあって、あの自分としてもつらい思いをしたこともありますが、今は逆に、なっていますかね、温かい皆さんに支えられて今あの、この謎解きは本当にそうですね、一人じゃ解けませんしあのまた情報の量も限られてますからね、ですからそういったその皆さんの情報をあいただきながら、そしてその中で、これもそうだったら、これはあれと結びつくぞ、これはあれ あ,るとあの話と結びつくぞというふうにパッ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 と頭の中でこうなってましたかあのいわゆるそのシナプスがねあの絡み合っていくというようなあの謎解きの方法に変わってきたと同時にあの例えばその 孤独っていうか、荒野感っていうのはないです。高校バクバクとした、あの、ま、校了たるね、砂漠の中を一人で歩いてる方向もわからない、行く方向もわからない、道もわからない、一体自分はどこにいるんだってこともわからない、星も見ることもないし、太陽を見ることもない、というようなところで歩いてるような、その、なんて言いますか、ことはないですね。 それは今もはないです。もう方向が見えてきたというか、あの、あのあ、向こうの方に高い山が見えるな、あっちの方には、あちょっとこういったちょっと変わった山が見えるな、という感じで、あの、そしたらその荒野の中にもね、そしたその道しるべっぽいものができつつある、あると言いますかね、できてきているもんですから、そういったものに向かって進めばいいんだな、とくる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 と同じところを迷うことはもうないんだな、というようなあの感じは今します。が、変わ,わってね、ちょっと出てきたのが、あの、あのなんて言いますか、それが結局は孤独 に繋がってると思うんですけども、いわゆるなていうか、まあ、責任感って言いますかね、あの結局あの責任感責任感というかねあの、なんていうのかなあの。 えーっと、なんていうか、気楽さがなくなってきたってことでしょうかね。あるいはその追い詰められたという感じでしょうかね。追い詰められたということは、自分が常に追い詰め、自分を追い詰めているという感じがちょっとこうするわけですよね。ですから、あの、前のように、先ほど言いましたように、あの、気楽にね、あの、それこそハイキングに行くような気分で、あの、荒野の道を歩いてるんじゃなくて、 ややこう、悲壮感が漂ってきましたですね。<laughs> 悲壮感ということはもう、なんていうかもう、どうしても解いてやるんだ。解けなきゃお前は死ぬんだぞって。もう死んでみるからやれっていう感じでの悲壮感が漂ってきましたね。それは結局は、あのー、自分を追い詰めていくと同時にこうなってます。緊張感が。 まあ、孤独感になってたってわけのわからんじゃう。まあ、自分でも何話してかよくわか,、ま、からない話になってきましたので、この話はここでやりますよ。こんなことぐじゅぐじゅぐじゅ話しますと、林はうつ病じゃないかって、まあ、実際にうつ病っぽい話をし,してるもんですからね。そういう、そういうふうに誤解されるのも嫌な、嫌っていうか、あの、皆さん心配かけちゃいますからね。林はいよいようつ病になって、えー そうじゃ困りますからね。やっぱり私は普通の人間でいたいし、普通の人間だと思いますし、あの普通こそ最善、普通こそ平,、ね、平凡こそ美徳であるというのを、まあ、フランスのある哲学者がそう言っていますか、まあ、平凡は美徳という言葉ですよ。その部分はフランスのある哲学者誰だったかなこの言葉ですけども、あの林宏平凡は美徳で弾いてくださると、ザ,ザザザと言語出てくると思いますので、あの一度また,あの見,てた見てくださればいいと思いますけども、まあ、そういった意味で、あの普通で、 であること普通の人間であることが、まあ、重要だと思いますね。 でそういった立場で、こう、なるきをしていく。そして、えー、どこに、どこに、まあ、真実があるか分かりませんけど、まだまだね、もう本当にね、この世界、謎だらけなんですよ。もう、毎日毎日ネットに、どこから手をつけていいと思うぐらい、謎が次,と次から次へと、こう、浮かんできます。浮かんでくるということが、皆さんに教えられている部分もありますが、あの、湧いてくるんですよね。ですから、今、どういうふうにしてるかというと、あの、私の場合はですね、こあのあ、あんまり選択、 しようという気はなくてですね、パッ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 とこう問題を見ますね。で、その時にワクワク感ですね、大事なのはやっぱり。ワクワク感。おおと思うような、ワクワクするようなことに突っ込んでいきますね。そうしますと、あの、やっぱり面白い。自分で作業してても面白いですし、それがまたそのね、一つにこの、まあ、考えとしてまとまった時のあの爽快感。それはまとまったってことは結局は脳みその中から吐き出すってことですけどなりますけどね。吐き出した時の爽快感っていうのは、 たまらないものがあるんですよね。ですから、そのワクワク感を大事にしてますね。ですから、何て言いますか、義務的に、あの、なんかこれ、あんまり面白くないけどやってみるかっていうのは、やっぱり、できるだけやっぱり精神の健康のためにもやめた方がいいかもしれませんね。皆さんもそういうことありましたら、やっぱり、ワクワクする問題に、やっぱり自分を突っ込んでいくってことでしょうね。 それがまた楽しいわけですよ。そのワクワクという部分は、結局無意識の世界の中から浮かび上がってくるもんだろうと思うんですよね。えー、あの、決して、その、なんていうかなか、感っていうのもとち,ょっとちょっと違うんですけどもね、なんていうかな、あの、やっぱりこう,こういうことも、ね、あの、1040、今日は8号出したのかな。そういう線、ビデオを重ねていきますと、これは面白そうだなっていうような、この、なんていうか、 あのそういったその部分が分かってくるんですよね。で、その、これは面白そうだなって、ワク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 って言うと、やっちゃうってことになりますけどね。まあ、あのー、<laughs> 荒野の中の孤独感。あんまりあのー、 今日今話してることとテーマは関係ないかもしれませんけども、台を最初に決めてしまったもんですからね。荒野の中の孤独かなんかね、荒野の用心棒みたいですけども、あの、まあ、あの、そういった感じで話し、話してみたいなと思って台を先を今日は決めまして、それであの、話し始めたもんですから、どうしてもそこへ話を持っていかなくちゃいけないんだっていう、これもまたこれ嫌なもんでしてね。<laughs> なんというか変な底迫感を感じましてね。で、まあ、孤独って言いましても、 孤独と言いましても、本当のとこと言いますと、私はあのあのー、今回こうして謎の,の点灯戦を解く前は、本当に孤独な人間だった、前も言いましたけどもね、孤独な人間だったし、あのー、自分はどこ行くんだ、なぜ生まれたんだ、最後はどうして、あのー、ど,どういうふうに死ねばいいんだっていうようなことを時々ふふと考えるために孤独になりましたですね。あのー、でも今はちょっと違いますね。やっぱりこう、テーマが大きいですからね。 宇宙は人間は地球はっていう話をやってるもんですから、あの、楽しいですね。昨日、おとといかあの、S さんという方に会った時にね、そのもう50年来の、まあまあ、友人、いつも市民になって話しかけてくださる私より10歳ぐらいは年上の方なんですけども、こんなことをおっしゃったんですね。今ね、僕ね、そのワインを調べてるんですよ。ってことを言いましたら、その S さんという方がね、こう言ったんですよ。 林くん、ワインっていうのはね、人間の生き血の味なんだよななんてね。<laughs> あのー、いわゆるその、ワインというのはですね、人間の血と同じが、味がするって言ったんですよ。それが大きなきっかけになりまして、もう一度その、ワインを調べてみる気になったわけですけども。その S さんがですね、あのー、私が時々その、エイリアンの話とか、宇宙人の話とか、話をしてあげるもんですから、あのー、ふとね、こうおっしゃったですね。 あまりその,あのそ、あの、そういった話は好きではないんじゃないかなと思ってた方なんですけども、林くんだけど君の話は面白いね、って言って。<laughs> そんな風に思ってくださってるとはね、私、夢夢を思ってなかったもんですから、あのむしろねあの、嫌がってらっしゃるのかなと思っていたんですけども、本当にそういう話は楽しいね、っていうことをね、何度もおっしゃったもんですから、ああ、そうかと。 やっぱりこういう話は楽しいんだと。私だけはそう思ってるじゃなくだけじゃなくてねあ、それをした方、聞いた、聞いてくださる方も楽しんで楽し、楽しんだろうなっていうふうに思った時に、ふーっとこう気が軽,軽くなったんですね。で、軽くなる前が、いわゆるなって言いますか、先ほど言いました、孤独感なんですよね。それは皆さんも多分、あのー、感じてらっしゃると思います。特にこのビデオをね、あのー、今のこのビデオ日誌を見てくださってる方はね、いろんな意味でその、 まあそういった方向に関心と興味があるわけですよね。そしてそういった話をやっぱりどっかでなさると思うんですよね。でも今この日本ではそういう話をしますと、変人、基人ね、扱いを受けますからね。ですから、まああんまり話さない方がいいって言って私はまあ常々言ってきたわけですけども、あのー、なんで、なんで変人、基人扱いを受けるんでしょうかね。やっぱりこう、日本人、 の、これは、性質なのかもしれませんね。出る国は叩かれるとかっていうでしょう。いわゆる自分と異質な人間というか、異質な考え方を認めたくないんでしょうね。それは、あの、常識っていうものを、自分の常識を崩されるということは、あの、やっぱり怖いんだろうと思うんですよね。あの、ですから、あんまりそういった話をするということは、あの、まあ、良くないというか、結局は、あの、 の、けものにされてしまいますからね。いわゆるむ、むら八分にされますから。また、私たちの、こう、こういった話というのは、かなり結局、あの、高度な話なんですよ。一見ね、あの、テレビなんか見てると、こう、バラエティ番組でこういうの、あの、こういう話を取り上げてるのは、あれは失礼ですよね。皆さん、そう思いませんあの、世界の学者たちが真剣になってこういう問題を取り組んで、そして、その、きちんとした場で、きちんとした、あの、正論として、論じ合ってるのに、 日本だけはですね、まあ見るからにこのそれらしいレベルの人たちがテレビに出てきて、ギャー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 、そしてその、あのー、なんていうか若いね、チャラ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 した女性が、キャキャキャ、キャキャキャって、この林立てて話すような、その雰囲気の中で、今私が話しているといいますか、ビデオを作っている話が、あ持ち、テーマとして取り上げられて、話,話されている、話題になっているということは、私はこれ失礼だと思うんですよね。 あのそ,そうじゃないんですから、あのすごいレベルの高,高い話なんですよあの。レベルの高い話なんです。レベルの高いということは、もう学問体系として、あの これから作り上げていっても、なんだその遜色のない、あの、アカデミックの話をしてるんですね。嘘だと思われるなら皆さん私の掲示板の方を、もし興味があるなら見てください。本当にあの、なってますかあの、専門的な立場で、それぞれの方がですね、専門的な意見を書いていらっしゃいます。私もあの読んでてねあの、正直言って理解できない時もあるぐらい専門的な話なんですよ。ですから、あの、決してそのいい加減な話じゃない。 また未開拓でね、またその整理もされてませんし、学問として体系づけられていませんから、それなりに弱い部分もあるわけですけども、あの、もう、だけども、考え方逆にしますとね、あの、もうそんなのは必要なんですよ。というのは、これだけインターネットがね、あの、普及してきて、まあい、いながらにしてですね、目の前に巨大な図書館があるわけですから。 あのい、従来のようにねいい、一部、ほんの一部の学者がですね、あの、情報を独占して、それを切り売りしながら生きていくっていうような、そういう時代はもう終わりましたからね。あの、そう、そうではくて逆なんですから、もう今は。逆転しちゃったんですよ。あの、皆さんの世界も何もあの、あの、遠慮する必要ないし、そしてまたその、堂々と語っていけばいいわけです。そして堂々と意見をぶつけていけばいいんですよ。あの、そして、こうなってますか。 この閉鎖的で、この封鎖的で、なんて言いますかね、この窒息しそうなこの社会をですね、ある、そのぶちゃぶってやるというかね、そういったその醍醐味もあるわけですよね。あの、ですからもっとね、皆さんね、堂々と、あの、話していかれたらいいと思いますね。それで今、あの、皆さんね、あの、いろんな方が、あの、私に意見くださってますけども、もうそろそろ実名と顔を出して、もう堂々とこの戦う、 ってかかれたらどううなと思うんですよもうね、そんなね、隠れてね、こそこそ、まあ、こそこそって、こそこそなさってるわけじゃありませんけどもね、あのー、ごめんなさいね、ちょっと失礼なこと言いましたけども、あのー、そうではなくて、もう私たちのやってることは正しいことなんだという自信を持って、あの、前に、 え、進んでいただくってことをやっていただいた方が、またその自分のアイデアだとかね、思想をですね、世の中に広めるにあたって、著作権という問題で保護されますからね。ですかまあ、今でも問題はないんですけど皆さんそれぞれのあの、名前を使ってある、ハンドルネームを使っていらっしゃいますけども、これは私の名前だって言って、しっかりとどこかで主張なされば、その著作権は行きますから、その、あのー、 勝手に使ってもらったら困るっていうことで、誰かがね、勝手に使っておられた場合には、あなたがそれをその、抗議したり、著作権を、あの、主張することができます。で、私は皆さんのそう,そういうのを、まあ、なてますか、私はいただいてますから、ですから、あの、私は、どなたにも、あの、私のアイデア、 を、東洋流用転用はできませんということは、毎回断ってますからね。ですから、自信を持って、あの、もしどこかの誰かがね、あなたがおっしゃって、おっしゃってるのと同じことを言ってらっしゃいましたら、それは違うんだと。それは私の意見だっていう形で、必要なさって、相手にぶつかっていかれることはできるんですよ。まあ、実名でなくてもね。あの実名であればもっとはっきりと言えるわけですけども。 あのそういうことなんです。ですから、まあ、問題はないんですけども、まあ、あのなんて言いますか、あのもっとねあの、私たちはアカデミックな意味であの研究をしてるんだという、そういうその自覚を持って前に進まれるということも大事ではないんでしょうかね。そそれをその 相手方の方はですね、私たちの、まあ、相対的に、まあ、私たちを否定する立場の人がいるわけですよね。それは皆さんもご存知かと思いますけども、そういう人たちは私たちを、そのなんていうか、変なにラベルを貼るんですね。オカルニストとかね、超常現象研究家とかね、わけのわからん、そんな、そんなもの。何かしら、こう、なってゃいますか、部別の念を込めてあの語る方、うあの私たちを呼ぶというのが、まあ、日本人の常ですね、例えば仏教でも、あの南伝仏教をね、正常仏教と 言ってみたり、自分たちは大乗仏教だって言ってみたりね、北斗教のことを原始仏教だって言ってみたりね、原始仏,原始仏教ってなんかね、原始的であの粗末な仏教ととんでもない、ブッダが説いた、ブッダの、ね、教えの原点はすべてあの北教にあるわけですから、それをその原始仏教って言ってみたり、むしろ南殿仏教の方が、 ブッダの教えを正確に伝えてるんですよね。それをその象上仏教であり、北伝仏教。私たちの今、日本でやってるのは北伝仏教ですけども、それを大乗教だとか大乗仏教だと言ってね、自分たちの方が偉いんだとか素晴らしいんだということを言う。同じように、この、なんて言いますか、あ相手の方はた,た,たちはですね、私たちを下げすむ意味で、オカルニストとかね、なんとかわけのわからんこと言いますね、あの人たちは。なんでオカルニスト私に見せれは、 彼ら私がね、例えば、その、柔道人間ってこと言ったら、もう、それだけで、あの、顔を背けて前の人がですよ、一方で、その、なんて言いますか、あのね、あの、どっかの神社行ってお祈りをしてくるわけですから、なんで、その、私なんかに文句言う前に、そっち行って文句言っていけ,けばいいのにな、なんて思うんですけども、そうはいかない世界がこの世界なんですね。まあ、そう言って、まあ,あの、そういう方を否,否,否定、批判して、 否定はしませんが、批判するってこともどうなのかなと思う。まあ、あんまり批判しないでね、私は批判しないでやってきましたので、まあ、私は我が道を行くで、まあ、私たちは私たちでもう前向きに行けばいいわけですけどもね、ほったらかして、また、あと、いわゆる大衆運動と同じですよ。みんなが力を合わせてね、もうそれが絶対多数になるように、ワイワイ、ワイワイ、わわわわわーワそして、まあ、そういう数が多くなってくれば、このやっぱり体制が持っている保守主義っていうのは、やはり瓦解していく。 瓦解していくでしょうね。またそうせざるを得ないところへもって追い込まれていくでしょうね、まあそ。またそうしないことには、今のこの、なてますか、日本全体を包んでいる、この、なんてうか、保守主義というものを変えることは私はできないと思います。ま,あ、また変えようという、まあ、そういうその、対処れた気持ちは本当はないんですけどもね。皆さんも多分ないと思いますよ。私たちは自分の好きなことをやればいいわけです。正しいと思うことを それを追求していけばいいわけ。それはもちろんミスや間違いありますし、あのー、ね、それはあるんです。例えば私ね、あのー、今もちょっと昔のね、えー、今は1048号ですけども、まあ、1 0号とか50号もちらちらと見たり、それ以前にも40作ぐらい作ってたんですけど、ナンバー振ってないのも40作ぐらい、四十作ぐらい作ってるんですけども、今の私が見るともう間違いだらけで、ミスだらけ。どうしようもないんですよね。ですから、ある時、森本さんがですね、 林さん、そのもう昔のビデオを全部削って捨てたらっていうふうにアドバイスしてくださったんですよ。で、その時私は森本さんにね、こう言ったんですよ。い,いえね、あれも私なんですよと。その時は私はその時のその、その時はその時で、私は真剣に作ったんですよと。 それも下手くそでね、間違いだらけでミスだらけかもしれないけども、あれは私だったんですよ。それを削ってしまうということはですね、過去の自分を否定することになってしまう。いわゆるその時間をその削ってしまうことになりますね。ですからそれはできないという意味でそう言ったら、まあ、森本さんはあの、林さんがね、そう考えてるなら、多分あのちょっと詳しくは覚えてませんけども、あのそれでいいと思いますというようなことを書いてきてくださったんでね、あれ森本さんありがとうございましたね。理解してくださいまして。ですから、まあ、 もし矛盾があれば、より新しい最近の方のビデオの内容を優先してくだされば嬉しいです。あの中には時々ねあの、私のビデオの見方を間違えてましてね、私のビデオは最近のを作って後へ,後へ過去のものをつなげていきますでしょ。ですからその… 林あな,なんかに書いてありましたね。あの、だ誰かのブロックに。あの、林はね、どんどん矛盾したことをああの喋っていくと、途中で言ってることは変わってしまうことがあるっていうこと,のことをどっかで批判なさってる方いらっしゃいましたけど、それはそうではなくて、ちゃんとあの日付と番号を見ていく途中でね、あの、変わるように、変わってるんだから、それを見てくだされば、あのー、日、あのー、過去へ、過去へと戻ってきますから、あのー、 矛盾してくる、矛盾したり間違いあれば,あればねあのあの、違ってくる、食い違ってくる部分もあるわけですよね。ですから、そういったその、私の持っているビデオの特性というものを分かってくだされば、そういった誤解もないんですけども、おそらく番号もあまり見,見られないで、見ていらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、ということで、今日は、まあ、時間になりましたので、荒野の中の孤独というテーマで、えー、話させていただきました。あのー 青森県の上野さん、ありがとうございました。一度ね、本当にあの、海岸、私、調べ今度あの、北海道とかあの辺り行った行くことがありましたら、あの、調べてみます。皆さん、本当にありがとうございます。あの、今日は本当にありがとうございますだけで終わってしまうようなビデオになりましたけども、本当に心からお礼申し上げます。私は皆さんに生かされています。本当に嬉しいことです。ありがとうございます。それじゃあ皆さん、あの、バイ。 See you again next time. Bye.